こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、子供の落書き町さんの、雪村家、殺人事件。問題は、1、犯人は誰か。2、説を閉じ込めるのに使用したものは何か。それでは、どうぞ。それは寒い冬の日の出来事でした。私は、山奥にある雪村家という大きなお屋敷で、メイドとして働いていました。お屋敷には、家長の雪村節おば様、節の息子の雪村幸男さん、幸男の妻の雪村時子さん、幸男の娘の雪村幸ちゃん、同僚のメイドの東美穂ちゃん、それに私を入れて6人が住んでいました。事件が起こった夜、時子さんは編み物をしていて、娘のゆきちゃんは少し離れた場所で絵本を読んでいました。私とみおちゃんは二人のために紅茶を入れていました。お母様はさっきから何を編んでいるの？あなたのために毛糸でマフラーを編んでいるのよ。本当、嬉しいわ、お母様。奥様、紅茶が入りました。ありがとう、ミオさん。二人が紅茶を飲んでいると、ドアが開いて、ユキオさんが部屋に入ってきました。母さんの姿が見えないようだけど、知らないかい？お母様なら、物置へ行きましたよ。またか、まったく母さんにも困ったものだ。こんな寒い日に物置にいるなんて、体を壊したら大変じゃないか。ここ数日、おばさまは、夜になると物置へこもって、一人で何かをしているようなのです。一度物置へ入ると、中へは誰も入れず、皆が寝静まると、こっそりと母屋へ戻るようです。私、ちょっと様子を見てきますね。そう言って、みおちゃんは物置へ歩いて行きました。外には雪が降っていました。物置は、母屋から10メートルほど、離れた位置にある小さな小屋で、窓などはなく、入り口は2枚のガラス戸だけです。5分ほどして、みおちゃんは物置から帰ってきました。ダメです。雪も降っているし、お体に触るので、お休みになられた方がいいと、申し上げたのですが、母屋に帰れ、の一点張りです。仕方ない、先に寝るとしよう。君たちも今日はもう休みなさい。私は自分の部屋へ戻り、寝る準備をしました。外には強い風が吹いて、窓をガタガタと揺らしています。風の音が人を呼んでいるようにも、聞こえて、不気味な雰囲気が漂い始めていました。私は体中に寒気を感じて、ベッドに頭から潜り込み、そのまま寝てしまいました。浴場、玄関の観葉植物に水をあげていると、幸男さんが起き出してきました。母さんが部屋にいないようなんだが、もう起きているのかな？先ほど、お屋敷の中を一通り掃除しましたが、おばさまの姿は見かけませんでしたよ。母さんはどこに行ってしまったんだ？
まさか、まだ物置にいるんじゃないだろうか？私とユキオさんは、二人で物置へ行きました。ユキは昨夜のうちに病んだようで、庭にはうっすらと雪が積もり、空には太陽が顔を出していました。母屋から物置へは、一本の往復した足跡がありました。どうやら、昨夜のミオちゃんの足跡のようです。足跡がミオくんのものしか、ないとなると、母さんはあれから物置を、出てないことになる。急ごう。私とユキオさんは物置まで、歩いて行き、ガラス戸を開けました。すると、物置の奥でおば様が小さくうずくまっていました。大変だ。僕は母さんを母屋へ運ぶ。君は医者を呼んでくれ。私は先に母屋へ戻り、電話で医者を呼びました。しかし、おば様は冷たくなっており、すでに息を引き取っていました。その後、警察が来て、一通り捜査をした結果、以下のことがわかりました。説の死因は、寒い物置に長時間いたための、衰弱死。説の体は、外傷や縛られた跡などはなく、物置の奥でうずくまるようにして死んでいた。物置のガラス戸の鍵は、クレセント状で、中からのみ、施錠できる。発見時に鍵はかかっていなかった。説は重い病気などを患ってはいなかったが、高齢で体は弱かった。以上のことから、説は物置の中で体調が悪化し、動けなくなり、そのまま死亡したと判断された。それにしても不幸な出来事だった。これまで物置の中で、母さんの体調が悪化するようなことはなかったから、油断していたよ。本当におば様は、体調が悪化したのでしょうか？どういうこと？お母様は、警察に衰弱死と判断されたはずよ。直接的な死因は、そうでしょう。しかし、物置から出られなくなったのは、別の要因があったからだと思うのです。別の要因とは？おば様は、ある人物の悪意によって、閉じ込められたのです。以下に細かい情報を示す。雪が降ったのは、雪が物置へ、入ってすぐ。雪は夜のうちに止んだ。雪の上の足跡から、雪が物置へ入ってから、死体で発見されるまでに、物置へ行ったのは、ミオと私と雪男の三人。ミオが物置へ行ったとき、ガラス戸を開けていないが、確かに雪は中にいた。雪が物置へ入る以前は、誰でも物置へ行くことができた。問題は、1、犯人は誰か。2、雪を閉じ込めるのに使用したものは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。